始めますあそう戦績がねさすがになんか晒しみたいになっちゃうから戦績見てる時はあの黒にしてます、ね、絶対狼くるわこれあぜひね高評価よろしくお願いします。せーのポチッ ガーいや、オーカー高すぎだろ、マジで。っててんのか全員役職買ってんのかこれバグってんだろ、マジで。 いや、狂人 <laughs> の画像を朝が来ました自分は狂人だと思い込む昨夜は誰も死にませんでした 1>, 1番のプレイヤーは発言してください。さいはいおはようございます。村人陣営です。うん。まあ、進行コロンとは特にないかな。うん。占い師が言えばいいだけでしょ。役運に関しては。っていうぐらいかな。だから、俺がすることって言ったら、一周分の発言を聞いた上で、ここのこの人の言いたいとこってこういうことなのかな。この人がこういうふうに言ってる黒要素って、その人の席に座ったとき、こういうふうな発言になるのかな。 ないしはこの人が村だったときないしはオオカミで言うときの要素まあワード抜きだねっていう意味合いでできたらいいなとは思ってる、うん、だからまあ前方一丁の人にの話聞いて思ったことは言ってくれとは言いたいけど印象がないよね多分だって2番って1番の印象どうつったって言ったときに印象はないオオカミでも村でも言えることだよねっていう精査しか落とせないと思ってるから まままあまあまあしょうがないんだけどねできる限りはやるよいいじ2番のプレイヤーは発言してください。うか一番に推測回答されてその答えが合ってるって何かムカつくよねなんかすげえムカつくよね嫌 <laughs> <laughs> だななんかお前この問題解けるでしょって言われて出されて解けた時に喜んだらなんか一番の手の部屋に踊らされてるような感じですね<笑><笑>今の説明はヘラでしたね いや、もう一番の言った通りなんで、ぶっちゃけ回していいですかね。じゃあ回します。一番さんのは色はぶっちゃけわかんないです。オオカミでも何でも言うだろうなって思って聞いてました。以上です。3番のプレイヤーは発言してください。そうですね、まあ。一番さんに関しては、まあ、一番さん自身からおっしゃられてた通り、あまり自分視点ねオオカミか村かっていうのは分かってないです。まあ、2番さんも同様で。 うーんでも二番さん、その精査一番さんに、まあ、言ったとして、まあ、自分のなんかその、何て言うんだろう、進行論とか思考回路みたいなのはちょっと言えばよかったんじゃないかなと思ったんで、ちょっと二番さんね、ちょっともったいないなって思いましたね。少しでもね、色を落としてほしかったなっていう印象ですね。一番さんはね、いろいろな視点にね、立って、うん なんか精査してほしいみたいなことを言ってましたね。うん、自分はね、これするとオオカミのことを意識しちゃうという,うこともないかな。あ、う、り、ん、方を意識、おいしい。4番のプレイヤーは発言してください。さいはいおはようございます。占い師です。3番さん、白でした。3番さん、白でした、うん。1人については今のところ、精査はができないぐらいの。 感じ一、えー、番さんの言ってる信仰論信仰論論理に一番さんができれば、えー、僕は白く見るかなと思ってる、えー、ちゃんとした正査を、えー、その人の発言を拾って白要素黒要素をちゃんと言えてるんであればね不当でなければってところから2番については正査不能発言をほぼしてないのと一緒と思ってる3番白です、えー、役について僕は全部出てほしい 出て欲しいどんな盤面でも出てほしい狩人も。と思ってる。うん役に任せる。だけどね霊能のは確実に出てよっていうところ。かりゅに任せるけど僕は出てほしい占いたくないしっていうところかな。以上。じ番。 実際3万3と4万3に対して普通に違和感を持っていて3万3目線でいう2万3って限りなくその、うん、発言からするんであれば印象悪くなるそれなのにも関わらず1万3、2万3ともに色ちない3万3目線でいうその2万3の世界線ってどういうふうに映っているのかって発言しているのにも関わらずなんで色落ちないのかなという印象かな うん、4番3目線でいう4番線が死んだった場合って1番3と2番3に対しの精査ってま真っとうにやると思っているから34朗ーローなんじゃないかなっていう印象しかないかなはいつられたくない、えーっとね、相方に対し三3番3にしろ打ったのかなっていう印象しかないんだよねはい以上 6番のプレイヤーは発言してくださいそうですね私も、えー、と2番さんが、えー、と1番さんの言った通りだから回していいって言ったのは1と2は同列にしちゃいけないだろうって思いますけどね1番さんに関しては進行論なななんかいいよみたいなでもなんだかんだでなんかそのワード抜きをして発言精査するみたいな話をしてたから一応自分の思考解除はしてるわけですよね。 2番さんはもう1の言うとりだから回してて、何の情報も落とそうとしなかったですよね。姿勢の問題かな姿勢が全然違うなって思うんで、3番さん、4番さんともにそこを同列にするのはどうなんだろうと思いますね。うん。まあ、進行論なんて色つけない、つけられないっていう人も多いと思うけど、まあ、その姿勢、つけようとする姿勢が大事なのかなと思うから、3番さん、4番さんともに印象悪いです。 で、5番さんその指摘はエスタシューだなと思ったんで、いいですね。7番、のプレイヤーは発言してください。さい占い師を9番しろ、占い師を9番しろ、真の占い師ですよろしくお願いします。はい。まあ、結構、実時点だと5番が結構白きかなっていうか、5番がまあ最白位置になってくるかな。まあ、どうしてもその4万、まあ、4万強人 だった場合ってまあ若干考察変わってくるんだけど、基本的には4路起点で現状を考えていこうかなと思ってるから、4路起点だと5番ってかなり見にくい考察をしていて、4号だった場合って、例えばだけど、僕が死んだんだけど今回、4となんと占いにしようで4号狼だった場合に僕が3番クロスしたら3番が拡張になってしまうから、あんまり5番視点で3と4という風に殴りつつよがないから、四号狼だと。時点で言うと6番もその考察に同意してるから、6番まあ、 若干否定される要素にはなってくるかなと思ってるかなって感じただ5番がより強く否定されるかなって感じ1に関しては移動しなかったかな、まあ、2に関してはその役なんかちょっと若干余裕があるのかなって感じでした8番のプレイヤーは発言してください,ださいうんまあ俺から見ると5番の4叩きって違和感しかないけどねあの時点で別に俺は3、4はそこまで感じてないもちろん初日に書こうっていうのはあるけど 3番が釣られるから4番狼が囲ったっていうのは、あの3番が別にあれだけで釣られると思ってない。したかい、5の4だとき不当だなと思ってるっていうか強いライン切りもあるかなと思ってたから、俺はあの時点で4号て言ったかな、じゃあ7番4号は追わないんだ。7番みたいな思考を持ってたら5番は占い値に入らなくなる。じゃあ仮に7番が3番クロスして白になったときに7番噛まれたときて5番逃げ切り位置だけど、そういう気はしなくて大丈夫か7番と思ってたけどね。うん、俺は4号のライン切りの方が強く感じたけど、7番はそうではないと。 6番の方が5番より五番は4番の叩きがはっきり言って34って俺は見えてなかったから、ね、それで34しかないみたいな断定4がローの時に5番は巨人もあるかなと思ったし人外なのはあるかなと思うけど俺は6番が最初かな7が94が3 スラすらでしょ,絶対スラでしょ ?9 番「1のプレイヤーは <laughs> のプレイヤーさい発言してください」さいさいおーおーびっくりした。オッケー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 ごめんなさいごめんなさい。はい。えー、って言ったところでねはいはいマジ、ま、か。ね、誰か俺8白いなと思ったんだよな8の世界線の中での言ってることっていうのは分からなくはないと思った。 ただそうすると、8目線って7が真に見えてくるはず。えっ、ー、と、7の世界線もそうなんだよ。4が強で出てるっていうふうなセンサーを落とすのであれば、5が、えっと、言ってること、どちらが真かロー、あー、えっと、ごめん。 進化強化っていうことが分かってないから5が4に対して叩いていることって不当性はないんだよね。で、かつ言うのであれば3番のところの発言で違和感を持ったところで言うのであれば3番が2番に対する精査でえー、もったいないなっていうワードを使ったんだよ。もったいないなっていうワードを使うときってその人のことが村として見えている視点か村だって分かってるときだよね。もったいないっていう思考が。 でも、3の意見の中で、1、2って色落ちないよねっていう精査を落としていることにより、3が2に対してもったいないっていうワードって多分出ないんだよ。うん。で、4番の意見の中での、1、2色落ちなしっていうのも分からなくはないかな。で、1に対する精査で言うのであれば、えっと、2週目になったその思考開示、それが不当性がないのであれば、やっと1って白くなるよねって、それもその通りだと思った。ただ、じゃあ、4と7で比べるのであれば、7の方が心配。 4の方が人外っぽいっていう風な精査かな。3がどうしても臭いんだよ。もったいないっていうワードが。それで2のことの方が白く見えてるかな。1が印象ないかな。っていう精査なのであれば、もったいないっていう精査はその通りだと思う。いね、っていうとっていうことにより、はい、逆に4だったら3が狩りだったらちょっと出てほしいなっていう目線があるんだよね。自分、スムラです。すかします。かな。その方が多分まだすっきりする。98の精査まだ分かんねえな。 がが白だだだとと思思っててるかから、9が陣外外なな番のプレイヤーは発言してくださいが陣外だと思うけどな僕はね3番の言ってることはもうなんか引っかかりがあって1つ3番で自分のことをじゃあ2番さん進行論でも言えばよかったじゃないですかっていうんだったら自分は言いました俺聞いた記憶ないんですけどだから3番ってじゃあ進行論言えよって率直に思ったんで 3番の印象がすごくすこぶる悪いんですけど言ったら申し訳ない訂正しますけどそう思っておりますあと1番の言っている3番の要素はあなるほどなって思ったんで結構一番が発言聞いてるなって思ってるので1番が1番印象よく見えてます、ね、んまあその時点で僕は5番が白く感じてますね僕が5番の位置にいたらぶっちゃけ俺もそう思っていたからあ発言としては合ってるなって思ってるから共感位置としては5番は共感してますね 一番は単純に初日のが印象がいいですね。<ー>あっ、追加しないって決めたのに。<laughs> 8と9に関しては、8番への4・5ラインを追えっていうのは、俺にはしっくりこなかったですけどね、初週から一気にライン切って、3番の印象をかなり悪くして、<laughs> どうする気なんだろうって思うけど、4・5だったら。だって7番が4番裏だったときって、四番、3番白を出るわけでしょ決戦になったときに、五番が黒いって言われたとき。 めんどくたくねって思っちゃいましたけどね。だから8番目線が分かんないなって思ってました。6番さんはすいません、姿勢が悪いみたいです。まあ、ネズミなんで許してください。人間じゃないんで、そういうところは。3番のプレイヤーは発言してください。はさいはい、えー、そうですね。なんかみんなから俺結構叩かれてるんですけど。えっとまあ。 確かに2番さんの印象が悪いっつって1、2色落ちなしっていう精査を落としたのは、ちょっと自分でもちょっと今更ながらおかしいなって思いました。えー、そうですね。うんと、8番、9番の例のなんですけど、えー、っと、今日自分9番、なんなら俺8番で新規見打ちたいなとか <laughs> 思ってたりするんですけど、8番のその初日の発言というか、それがなんかすごい白かったというか、すごいマットな精査かなと思ったんで、 8番を1周目の段階で白弾きしてたんです、そこから連絡が出たんで、もう8番で新規を打ちたいなって思っててで、9番つって8番に色確認してもらって、うん、まあそれが白だったら7番,の7番が真かどうかっていうのもあれなんですけど、まあ、9番で黒打ちた場合っていうのは、まあでも97でローローで出ないと思うんで、9番強靭かなって思ってるんですけどね。うん。だから74の真規についてはまだ分かってないっていうのはありますね。うん。うーんと、グうん。 その8番の4号ローローっていうのは結構自分もね思ったんですよ実はなんか5番さん4番さんにすごい過剰に叩いてるなと思ってそれが3番に白を打った3番がめちゃめちゃ怪しいからっていう理由なんですけどそんな初日からまず人狼同士で囲わないしねうんだから5番ってなんか7から占いを何て言うんだろう占われないように3番になんか 占い地誘導してる人外っていう風に見えたんで俺4号オオカミかなって思ってますね今のところうん、な1番2番からもそんなに2周目怪しい要素っていうのは拾えなかったしすごい発言も伸びてたんで4号かなって思ってますねはい今日9いきます4番のプレイヤーは発言してください ピン切られてもいい3番に言うけど、めちゃくちゃもう精査が間違ってる。えー、じゃあ2番に対してどう思ったの ?8 番に対して2番は、えー、8番に対して4号があるっていうのが全くわからないって言ってる。2番に対して2番に対しても白いって言ってるんだよ、あなたは。もうそういう精査をするからあなたが黒く見られるんだよ。マジで。やめてくれない、うん、?8、9については9番の意見が全く聞けてないんで精査が不能です。うん、8番がちゃんと発言してたからって白起きはできません。 6番が白い理由は分かんないし、俺、5、6不当だと思ってるし、え6番に関しては、僕が1、2をまとめたって言って、1番がちゃんと言ってたけど、1番の精査もちゃんとしたからね、1番が精査、2周目になる理由はそういう理由っていうのは、2番は精査不能だよ、発言してないから。印象悪いまで言ったら僕の印象は良くなってたの、あなたの中で。精査ができないじゃん、発言してないのと同等だよって2番には言ってるし。 1>, 1番だけだよちゃんと話聞いてんの。うん。っていう感じかな。うん、8件については分かんない。9番の発言が聞けてないんで精査ができない。うん。3番が何なのかが分かんない。俺。<laughs> この人、狂人あるのかなおかしな発言しかしてないんだよな、この人。 だと新郎新郎いやそんなことあるかうーんそんなレアケースないと思うから普通に1個だ89の精査は、えー、この週ちゃんと9番の発言を聞いて決めますかなうん3番精査やり直してねマジで56ふと2週目の発言聞いても56がふと並びをしてくるんであればあなたたちのまあいいや5番 のプレイヤーは発言してください4番3目線で一番1番3の2周目の発言ってどう思ったのかなと思っていて1番3って7番3のことを真んで見,見ていて4番3のことは限りなく偽で見ているそ,のそれならのにもかかわらず1番3っていうのは9番3を釣りたいなってまで言ってんだよってことは1番3目線って7と4に対しての精査って7も偽4も偽って言ってんだよ 4番さん目線で言う1番さんのアンサーってどうした <coughs> ?1 番さん普通におかしい発言しかしてないけど、それに対して4番さんって俺,あ何俺,俺の発言が1周目から不当で、じゃあ1番さんの発言だったら1番さんって4番さんのことを限りなく偽でて見てんだよ。で9落としまで言ってんだよ。どういう世界線四4番さんって。 うん、申し訳ないけどさ。9番さんに関して、えっと、8番、9番に関して、俺叩きで俺釣りたいまで言ってんだよ。番番いや4番さんの,その目線の世界線が俺にはよくわかんないから。申し訳ないけど。 3番のことを強人で言っているんであれば、8番9番っていうのは普通に新郎だよね。だったら4番3目線で八8番9番の精査さってどうした ?4 <laughs> 限りなく2000人しか聞こえてこねえんだけど。あ、もう俺申し訳ないけど、俺、借りなありえん。 6番のプレイヤーは発言してくだでと 1>, 1番んって7も4も偽って言ってましたがね聞き間違いかな。えっと、8目線7がシミになるんじゃねって言ったのと4番さんの12の精査については分からなくもないけど3番のもったいない発言っていうのがおかしかったよねっていう主張だけだったと思うんだけど結構聞き間違えてんじゃないかなって思いましたね単純に。 えーっと、そうだな、47については、うーん、そうだな、政策の。まあだから、なんかもうちょっと、なんだろうな、占い師だったら、もうちょっと狼探せが欲しかったかなって感じかな。私は主張買いませんよ。4番さんに対して太って言われたけど、やっぱ12で、なんか、もっとこう、12叩けるところは叩いて、やっぱ、 黒を見つけるっって姿勢が欲しかったかたな、まあ、精査不能ってのは分からなくはないけど分からなくはないけどなんかその反応を見て欲しかったかな印象悪いぐらい、まあ、強気で攻めて欲しかったな,なんか弱腰だなって思ったなそういう意味では感じかなんで33強靭あるかなレア系、まあ、結局否定何だったどう,どう思ったんですか4番さんはまあまた あのー、ちょっと順番があれだったけど5が狩り3狩りかもしんないと思ったってわけでしょでも何でもなかったってことはどう思ってんだろうななんか視点が全然定まってないなって思いましたねえー、で八番さんの言ってた4号ラインっていうのはえっとこんなするから2周目になってもそう思いますなんかその違和感っていうのは4号ラインの否定になると思ったけどな と7番さんの言ってることは正しいと思ったか、どっちかというと。7番のプレイヤーは発言してくださいなんか6は言ってることがあんまりまとまりはないなーってちょっと2種目に関しては思っちゃったけど、ただなんか6の4の触れ方ってなー、64っぽくはないんだよな。なんか6の4に対する姿勢を変える気はないですよ、私はあなたに対するみたいな。あんまり64っぽくはないなとは思ったけどね。 まあ、まあこれってまた4強全とかだったらまた変わってくるけど前け4強全だった場合って9白出てるからオートで8黒になるけど、ねまあまあ、8級に関してはもう一度聞きます8の僕は4号に関しては分からなかったし現に5がカリドだったからまあ4号ってのはなかったかいいまあそれだけ偽というふうには思ってないけど、まあ、2周目の情報更新とかを聞いていきたいかなと思っている5番がカリ使用した今ね うどうしても3番が気になるっちゃ気になるんだよな。だから5番が狩りで出てくれたのであれば5番が4番のシーンはあまり見てないことから、まあ結構、まあ、5番が噛まれてしまうのは悲しいが5番が7声してくれることはまあ信じてるので5番は7声をしてほしい。僕は3の色を見るから。 まあというのも、多分仮にだけど、これ4番狼で3番が相方じゃない場合って絶対僕噛んでくると思うんだよ。そうじゃないと、もし僕が3番に白結果を出した場合って僕の締めも上がるし、結構厄介だから、僕のことを噛むことによって3苦労を忘わせることできるようになってくるから、多分狼って方法僕のこと噛んでくると思うから、まあ5番を僕を超えしてください。とだけ言っとく。多分これを一言っとけば俺が噛まれることはないって感じかな。 はいまあ、その上で考察するんだけど、それでもどうしても3番自体は一番怪しい位置になってくる。3視点で4545って分かり言うけど、別に57だと終えるくないか。まあ、8が真に見える理由はあんまりよく分からなかったが、8、真、9、9まではまだキャッ歩譲って分かったんだが、だとしたら別に57っていうラインも追えると思うから、なんで45って言い切ったのかはちょっと気になる部分なんだよ。だから3番がどうしても一番気になるかな。 6番はなんか46っぽくはないなんか触れ方してるなと思ったんだよな。だからどうしてもまあまあとりあえず3番の色見ればいいんじゃないかなと思ってんだけどな。あんまりちょっと似て2周目そんなに黒っぽくもなかったからなんかナ占ったら黒出そうな気がするんだけどね。まあ、例の発言聞きます。8番。のプレイヤーはプレイヤーは発言してください。三占なって黒が出そうな気がする。2周目の3番の発言聞いて。 7番のシーンは限らなく地位に落ちたね。1周目に5番のライン切りを追ってないところもそうだったけど、ましてや8シーン9強とか追ってんの。9って片白で出てきてんだぜ。ほぼほぼローで。1周目のあのね、発言、1周目追加したふりして回してミスって言って、強アピみたいなことしてるけど、<laughs> 片白になった狂人がやることなんか、そんなこい。や、そなに,に座ってこ <laughs> な。4番ぶったたいてクロスされて確証になるし、今日100発釣られねえんだよ、片白だから。なんでわざわざ出てきたのか。7強ローか7強の9ローだね、これは。 9つって黒じゃなかって、9が白だった時だけは7の芯を追ったぐらいだから今日9からつってくれればいい。で、Q、のローの可能性がめちゃめちゃ高いから、5番は9が釣れた場合は俺は5へしなくていい。7番はもう噛めないから5、A、だったわ。その場合は4越えでいいよ。万が一俺が釣られた時だけは4越えしておけばいい。それでいい。9つって白だったら俺の子さすぐ間違ってたらまあしょうがないね。俺は9はほぼローだと思ってるよ。だから79か7強の9ロー。79ロ,ローの場合にグレーの狂人っぽいやつが明らかにまだ尻尾を出していないけどね。 7番は何 ?3 番に興味を感じて、あいつに黒を打ったら黒くなってくれるわと思ってんの ?3 番2周目に俺を芯決めってもいいぐらい言ってんだよ。まあ、すり寄りの感情はあるけど、3番が人外だった場合、真の俺を決めってどんだけ盤面苦しくなると思ってんの ?9 番が何で白を打たれて狂人で出てくるの斜め線。狂人の動きを分かってたらそんな発言出ないだろう。片白教授なんかやりたい放題じゃねえか。釣られねえし。狼釣らないように占いの発言から、あ、ここ狼ねえなっていうとこ釣り寄すだけだろう 899はあるけどって言って、まあ、白出てるからって言ってで8球の発言聞いて8から釣りたいんだろうなら79が怖い、ね、7球本線まあここで9を落としたら多分もう7は4万かめないし7地紙もできないから9を落としたらまあ明日俺ローラしてィ釣りから行ってくる9の色だけ村に落として俺の仕事はほぼ終わる5番 5H 間違えんのよ9番のプレイヤーは発言してください個人かな うん、正直僕はもう3、3 4やと思ってないけど、4番さんの発言で3番さんに対して3番さんが何かわからんっていう性スを残すこと自体が僕はおかしいと思ってんねんな。3番さんに白が刺さってるイコール強靭化も村でしかない、ね。何かわからんという発言は絶対出てこやねんな、うんで。3番さんっていうのは少なからず4番さんと思考が一緒で、5、6が怪しいという発言を残してんねんから、別にそこまでずれてるわけではないや。4番さん思考。 4番さんが5 6を対して不当な殴れ怪しいって言うんやろ ?3 番さんも56が怪しい言ってるんやから3が何か分からんという精査にはならんと思うんやけど、うん、正直な僕は今日3番さん行きたいんやけどなあかんかなこれ、うん、8ずって7が3ニコル出したら多分みんな3クロ納得するんちゃこれはって思ってしまってるんやけどそれやったら裏縄さんと僕が3番の色を見る方がムラりあると思ってる <laughs> うん、そのぐらい僕は43に見えてるし12の発言は聞けてないけど多分そう見えると思うねんな4の発言からねで8番さんの共鳴っていうのは <laughs> 7に対してだけなくって4番さんのその発言を拾わんと、えー、79ローローを追わせるところこれかなっていうふうに思うかなうん しかも8番の7番殴りって3番3に対して100歩譲って8、新9、今日は分かるけどっていう発言を残してるから別に7が9を強陣を置いたっていう考察を全くしてないのに何で見てんの強陣なわけないやろとかそういう精座で意味わからん殴りをしてるから8はもう4番3、3番3が狼に見えて7、九を必死につなげてる強陣やと思ってるから3、行こう。マジで頼むわ。 投票を始めてくださいあありえんオラじゃないべ全開一致すんじゃないのかこれ九番のプレイヤーが選ばれました 9番のプレイヤーは発言してください。いや、1番は絶対村やな。いや、賞味え、誰が入れてるんやろ ?6 かえ。6番さんってさ、4のシーンそんな追ってないよね。おかしいって初週から殴ってるよね。それやったらさ、3いけるんじゃないの 2>, <laughs> ?2 週目の4の発言聞いて、なんで3いかれへんの <laughs> もうこれ無理だ <laughs> 1>, !1 は絶対村。絶対っっかかってるもん4の発言<無理> <laughs> じゃないと理だ。無かれへんから 同じ思考やから絶対無ら、うん。2が8か。それはわからんな。うん、七まあただ、もうほ,ほぼ3、4やと思ってるんやけど。七ね、3が白やった場合って、占い結果で白出、ね、して7の新め上げるより、僕が色見た方がよくないどう考えても。って思うみ。う3、4、6、8。 あーいや何をそうか番か、うん、らない。何ちゃうか三から、うんの人外うん、なんでい。何を言うか分からない。何 <laughs> を出した時の神経なみんなどうかおかしい。って言うんだったらない,いに。白を出した時って手のひらで転がされてるとか思う <laughs> 思うか分からない。考察に振るやる それやったら例の二色見さしたらいいと思ってるから六の九投票は絶対ありえへんな。あ、うん、だから一応七は六を占う。三は占わんでいい。絶対占わんでいい。あ、うん、以上。夜が来ました。目を閉じてください。人狼は目を開けてください。人狼は人を殺してくださいな。長髪。 現時的にも七神だなあっちは噛む必要ないしどういうことが起きたらありがたいかも。 たがそれで朝が来ました昨夜死んだのは7番。 8番のプレイヤーは発言してください。ーさいああ、なるほどね。7番がじゃあ、強人だったということでね。4番が死んだよ。俺目線ははっきりとしてる。9番、黒だから。まあ、7番がじゃあ、強人で、残り2人だからって、白打って囲えてた。じゃあ、そこからできる考察って、めちゃめちゃ情報を更新できるからね。 うん、まあこれ4つるっていう流れに持ってきたいから7噛んでるんだけどクソもったいねえから5番が死ん、ね、あのわかってるから4なんか残しといた方がいいよ4番今日でまあ俺の芯が決めてねえって言うんだったら俺ローラすりゃいいけど4番を釣る意味はどこにもないし俺目線は3も隠しろ4番も死んねん9黒だからまず9番が出る理由を明確に言っておこうかそしてあのクソメたいねクソメタみたいなねお前らじゃあ順番わざわざトップバッターでここに追加するか時間なくなってから追加すりゃいいだろこれ オカミでこれやってるからな。6番がルーマスター釣り殺せよと思ってたけど、俺は。なんでそもそも9番が白で出てくる必要がない強人でって俺明確に言ってるだろう。で、7番が強人だった場合、9で囲えてる。7番がローだった場合、まあ実際7番噛まれて終わってないからな、7強人なんだけど、7九ローローでも9番のって占い地に入ってるからよ、まあ、クロスされた時にに100%黒が見つかるから、霊能って出て少なくとも霊能ローラーに持っていくために狼オカミで出るんで。 だから9ローっていう目線が必ず出てくるはず7から。だからそれを8進9強と言って7の進命は限りなく下がった。これで7進追うってやつらはもうしょうがねえや。だったら俺ロラして4番残した方がよっぽど勝ち筋がある。まあ5番が4合えしてるから今日は必ず4が噛まれるから4を釣る必要はない。5番って4合してるだろ。だから7が噛まれた。俺が4合え指定したのがちょっと良くなかったかもしれない。7強正直追ってなかったから。7九ローローで追ってたからね。 だから9連れた場合って7かめねいと思ったら7が強じ抜かれたからまあこれそうなると投票位置から2番っていうのは露骨に俺に入れてるからここは弾いていいんだ2番が29ロードだった時にはこれはで1番のプレイヤーは発言,発言してくださいうーんしっくり来ねえんだよなしっくり来ねえんだよな8番さんの昨日の意見の中で、えー、9黒が出た場合あ九9白が出た時だっけロラかましていいよって言ったんだっけ 4の真の世界線を考えた場合、3が白になるよね。3のあの発言聞いてっていう風な。違和感しかねえんだよな。しかも9が言ってたことって3の色、8、9で見ればすぐ分かるんじゃないのっていう世界線でしょ ?7 が強で9が狼としてじゃあ逆に出てくるメリットって何クロス占いを飛ばさせないためだとしても9が出て,出てきた時のデメリットとして高くないか一郎釣られるじゃん。 ちが圧倒的に偽だと思ってるんだけどな。で、6が話していたなんだっけな、ごめん、ワード忘れたんだけど、4番のシーン分かってんのかな ?7 番が落としていた46にはすごい見えづらいっていう精査はすごい分からなくはない。だからワンチャン考えたことって76もあんのかなっていう世界線はあった。うん、9が黒。 9黒をえねえんだけどな。7が強人で9に対して白打って9が狼として出てきた。じゃあ7の世界線で9がマックス強だよねっていう世界線を落とす。なんか違和感しかねえんだけど。なんか違和感しかないんだけど。俺は間違いなく8いく。 4えなのかどうなのかも分からんけど。七紙に入った。七が強陣だとしても構まねえんじゃねえのだったら。と思うんだけど。あっち行くわ。2>, 2番のプレイヤーは発言してください。あ8 1か6なんですけど、その考察した方がいいなって思って聞いてましたけど、あの2って白出てるんで、8番目線って4進でしょ確実に。 そうだよね。7番が9黒白打ってんだから9番が黒出て,てますから7番は2線っていうのが8番目線分かってるから4番がシーンでしょじゃあ2三白だよね1六の精査ごっつりした方がいいと思いますけどね。うん、って思っておりました。まあパーク漏れっていうのはあると思ってますんですけど1周目だから。それとしてもなんかあんまり9番ローって私思えないんですよね。 7番が9番白を出している状況下で、まず9番が潜伏してでもいいと思ってるから、結構勝てるし、ぶっちゃけた打球だったら、流れて、うん、7番の芯っぽいって流れができてたし、で、9番が釣られた状況下で、まあ、7番紙っていうのは、ぶっちゃけ7番が芯に見えていたから、噛んできたって考えると、うん、ぶっちゃけ俺、8番のロードがあるかなって思っちゃいましたけどね、そう考えたときには。 思ってますそう考えと8番を守っている位置で考えたらお8番を守っているのはまあ一番は八番を守っているわけではないと思っているていうか投票的にはねそうすると68が濃く見えますかねまあ盤面上はですけどまあ4番が狼だった時って多分 もう7番に勝てないと思って噛んできてもおかしくないと思ってるから、ああまあどっちだろうなーって考えますかね。ぐらいかな。あの、実践的に私は思ってるんですけど、3、4、郎っぽく見えないんですよね。まず、あ、説明しますけど、まあ、わかんなかったり、ね。3番のプレイヤーは発言してください。さいうーん。そうっすね。俺も8位死んで決め打ちたいんですけどね、自分は。 初日からいってるんですけど8番は芯でしか見えないんですよね発言聞くよう9黒っていうのも全然、あのー、7番が強靭で9白打って9番人狼だからあのクロス占いされるとね4番から9黒って打たれてそしたら7の破綻も分かるから9ってレノで出るしかなかったんじゃないですかねっていう。 話だと思うんですけどね、自分は。だから2番白出てるから、16釣り切って終わりなんじゃないかなって思ってるんで、えー、っと、今日、8番ローラーかける必要ある絶対俺、16釣り切ったら終わると思うんだけど、ちなみに俺1、1、1級だと思ってる、1 9うん。1 9だと思う。<laughs> だって9番って昨日の発言でさ43 6 6ロを追ってるのに7番に6占いとか何か言ってんだよおかしくない絶対死んじゃねえだろこいつって俺思ったよ、んだけどその発言で俺今日1番入れますねはいすいませんねこれで負けたらこれこれ8番狼だったらうまいなって思いますねはい今日1番いきます4番 のプレイヤーは発言してください今3番が言ったんだけど9番は3 4ロー,ローでしか追えないのにかかわらず7のシンを追ってるんでしょ7のシンに対してあなた目線のね7のシンに対して3番を占えって言わずに6番を占えって言った目線は何今日思わない <laughs> うーん 6番って7番目線なら占い値に入ってくるんだけど、僕目線では占い値に入ってこない。6番が言ったように2周目に僕は仕掛けを出した、えー。6番、5番がそのまんまならっていう発言を残してどう出るかっていうのを試してみたら6番そのまんま来たよね。うん、不当でも何でもっていう。不当だとは思ってないと。うん、ということはオオカミじゃないかなっていう。オオカミではしてこないかなって、オオカミ。 そうか、6、8。6、8の線だったら、7、9。9の人外要素っていうのはそれなんだよね。それを拾えてない1番。難しくなったらぁ。6番か。8番、8番、8番。 僕も一番に言ってほしいんだけどな。二番もちゃんと発言聞いててほしいんだけど、八番の偽用とばっかり拾わなくて、九番の黒っぽく見えないっていう理由は何っていう感じなんだけど、あそこの遺言、えー、の発言を聞いて三本をちゃんと拾えてたんだけど、ちゃんと拾ってくれないかなと思ったんだよね。六番を占う理由って何あなたは三四黒しか追えない。100%まで言ってたのにもかかわらず、六番を占いっていうのは、失、え、言、ー、だと思ってる。失言でしょ 4番3目線での占い先って俺普通に違和感ででしかなくて、うんえっと、投票コードから見ると6番と1番って投票コード変えてるんだよね1番は9番行きたいって言っているのにもかかわらず3番行ってる6番に関しては普通に34にせなんじゃないのっていう発言から9番行ってるんだよねなんでって思うじゃん それに対して3番3と4番3って16ロ,ローラーかけりゃ終わるはと思ったけど。どういう目線で言ってんのと思ったる。じゃあ1番と6番に対するその黒要素って何俺は普通に1番に関しての発言矛盾とこの投票コードの矛盾っていうのは広がっているし6番に関してもそうだよ。 今日チ釣りでしょどう見ても。8つって明日4噛まれてなかったら普通に4行くじゃなかったら普通におかしいよ。4番さんが3日目4日目なんで行ってんのって話になってくるんで。そうなってくる。7番さんが噛まれているなんんで4番さん噛まれてないのって話になってくるらね。 今日はずりだよ問答無用以上6番のプレイヤーは発言してくださいえーっとやっぱ気になったのは3番さんかな16釣り切って終わるっていう視点がよく分かんなくて4番さん偽世の思考が全くないのかなっていうのとしかもさ昨日ってさ45ローローって言ってたよね8番さんの言う通り45ローローって言ってたよねで8番さんにめちゃくちゃそういう形で擦り寄ってたはずだよね 8番さんは4五ールを指摘してたからっていう主張だったはずなんだけどで今日になって急に1級だと思うってどういう視点なんだろうって思いませんかどこで視点,視点が変わったのかっていうのがちょっと不自然だなって思ったのとまあ4番さんがまあ私を占わなかった理由はまあ100歩譲って分かったとしても2を占った理由と1を占わなかった理由と っていうのが欲しかかったかな一番、一番さんってさ、三番さんに投票してんだよ。おかしいと思いませんでしたかね。一番さんって、えっと、八番さんのことを昨日から疑ってたにもかかわらず、八番さんに入れてなかったんですよね。不自然だと思いませんでしたかね。そこを、が、まあ、どう映ったのか、それを、それによって一番占わなかった理由にどうなったのかっていうのを説明すべきだったと思うけどね。 なあうーんそうだな八番さんの話になるんだけど9番は発言を飛ばして強靭アピールしてたって言ったけどでもそんなことしたら釣られるくねっていう思考にはならなかったのかな八番さんはしかもなんかコイン追加が何やかんやとか言ってたのよく分かんなかったし2を 4が死んだの分かってんの2をはじいていってのもちょっとよく分かんなかったな投票を始めてください。あ,ありえあ、ほらじゃないべ八番のプレイヤーが選ばれた入ってるな。<laughs> <laughs> とんでもねえ村だな。8番のプレイヤーは発言してください,ださい。断言しといてやるわ。超絶クソポンコツカリのせいでこの村は負けるわ。間違いねえ。<laughs> 初日に黒を落として、心霊のお脳死で釣り切って、一六の黒要素が拾えないと死ねえよ、さっさと5番のクソカリよ。お前後で全員にもらえん謝罪しろ。<laughs> 心霊のを釣り殺して3番の隠しろを疑って4番の新名をだだ下げして、お前がやってることは利的だ。 まあ4人目の陣外だよ、5番。だから巻き越してるんだよ、下手くそ。バカじゃねえのなか俺が2番の白を下げてるなんか村目線に決まってる。俺目線2番、しろなんだよ。2番を白はじきできる理由を、昨日俺に入れてる理由、2級ロー,ローで俺に入れて、そんなことやれ,るなやれないから言ってんだよ。じゃあ1番が3番に入れてる理由なんだよ。<laughs> ど初日に片白城る進行があるのかよ。 バカだろ、本当に、5番は。6番も話聞いとけや。9番が今日アペして釣られねえじゃねえよ。会って強靭だろって目線落とさせてえから、わざわざこれ、人狼でやってるからな。人狼で、初日にじゃあ、わざわざ発言の一番最初にコインを追加するのかって、俺6番に言ってんだよ。<laughs> ん,んの時間が切れそうになってから追加すればいいのに、トップバッターに終了ボタンと追加ボタンを間違えて押しましたよって。スキップしてミスって、雑談チャット考察禁止ならのにミスっていうチャットが許されるのかって、6番に言ってんだよ。なあ。 それは考察じゃねえのかこれは、コードボタンと間違えて終了ボタン押しちゃいまして、そんなこと発言で言えよ。これを狼でやってるのがメタじゃなきゃ何なんだよ。で5で5で死ねえやマジで。5番はなんか、お前のせいで村が崩壊するからよ。16の黒要素が減らえないのはお前が下手くそだからだよ。4番の新要素下げてんのは新狩りのお前だよ、5番。全員に詫びろ。村人全員に詫びて死ね、5番。何が4番が構わなきゃ老ウだ。それこそが思う壺じゃねえか。9番がローで出る視点しかねえだろう。 あ、われてんだから。で、今日はピシテルだろう、初日から。で、ロうだろうが。俺の考察がすべてだよ、二番。お前、狂人ねえからな、一番、七番で噛まれてんだから。俺が八がロう、お前も九番のロうが、おえねえだけど下手くそら、二番、すむらのくせ、死ね。<laughs> 夜が来ました。目を閉じてください。こんなコイン精算ーー。目を開けてください。五神。ーーは人を殺してください。五神。四釣り。四神。 4神だと2つりあるからな5紙だよなあの5神だと発言順がな4でグッチョ起きる可能性ある かないかしてる通るとは思うけどなまあい,いや発言順がちょっときついな朝が来ました昨夜死んだのは5番。 6番のプレイヤーは発言してください。6黒4。偽か。<laughs> うん、昨日の時点では結構えっと9番の遺言,言の発言をちゃんと拾ってたな。っていう印象があったが。2 0 0 ま結局、4の3番、結局さ、説明されてないよね、4番んって。えっと、3についての精査の話。結局、話聞けてないよね。昨日しなかったよね。3を精査したことについて、結構村から言われてたと思うんだけど、それについてはどうだったんですかね。えーもう8はちょっと、何なんだろうね。 コイン追、コイン制作初めて聞いたんだけど。<laughs> 最初に追加するかつって。普通にミスったから、もうミスんないようにコイン追加したんじゃないかって感じだったけど。まあ、いいか。8 9の話はいいか。反対制作するか。う、えーん。1に関しては3の、やっぱ投票っていうのは説明が必要で、 3を投票するってことは4の新規進行だよね。4が3に白出してるからね。これで1が6釣るとか言ってきたときにはどうなるかって感じだよな。3投票の説明しないとね。3はさ、だって7のクロス投票で占えるはずだったからね、絶対。9は7に6占いとか言ってたけど。いや、ちょっとまだ。 結8中心の議論になっちゃってかまだわかんない部分が多いんだよな。えずきを読んね。1番のプレイヤーは発言してください。さい6番さんのじゃあそのアンサーに答えるのであれば7番って3番を占う必要性って別になくない霊能がいるんだから。だから9って3の色を知りたい。っていう意味合いで言うんだったら9がしんぽいから。だから3投票したの。3の発言の中での違和感は要素取りしてるから。 で6にも違和感を持っていた。違和感を持っていたけど、7の世界線っていうことがしっくりくるし、8目線ってだって、えーっと、7が4号ペアセットに見えない世界線ってありえなくないって言ってることがまずありえないっていう要素もあったから。ただ8番が言っていた4号だった場合、5がえっと占い値に入らないようにしているっていう精査に関してはその通りだなと思った。ただ7が言っている4が強だった場合っていう世界線だったときは、5が深まれるよねっていうその世界線も落としてるから。 言いたいたことわかるだから8番が9に黒って言ってもそれが信じられない。で9が言ってる3を、えー、っと占いたい。占いたいっていうか霊能として色を見たいだね。それって心霊能の感情なんじゃないって思ったから。で結果的なこと言うと6番さん自身で思わなかったのじゃ今。7番に6番の色を占ってもらっていたらもしも初日の段階で3番が釣れて3番の白結果ないしは黒結果が落ちてた場合。 74で6占いしてた場合すごいありがたい盤面だったんじゃないのって思うんだけど89で3の色を見る89が共に3のことをしろ隠しろ状況になった段階もっと盤面が詰まったよねって思ってんだけどねが詰まるのそれで安定で4いくなんか8番があそこまで暴言チックにブチギレててそれについてじゃあ6番はそれについて言及しないっていうことでじゃあ8番の 糸を汲み取って6つりするすげえ暴言吐かれるとこっちも腹立つんだよねじゃあ61の精査しろよって2番が8番に対して新「新んきりないんじゃないのシンガって言ってるのって16の精査しなかったからだぜ 2>, 2番のプレイヤーは発言してくださいたったに言うとねじゃあ八番さんがめちゃくちゃうまいんだったら多分ね誘導できるよだって僕が知ってる上手い人ってあすっげえなこの人はあ死んだわって思って決め打っちゃうもん だけど決められなかったってことはそういうことよ。まあ、少なからず僕よりちょっと上か、たぶん、僕と同じぐらいか、僕よりちょっと下か。えかすっげえ上手かったら、たぶんね、うわーって思うよ。それだけ。<laughs> あ、本気いっちゃった。えー、っとね、僕はまず4番つりたいかなって思っているでで、もう1番はしょ昨日からなんだけど、もう切ってんですよ、1番のローは。 だから、物理的に僕は3か6かなって迷ってるんですけど、うん、うーん、まあ3、4にも見えなくはないんだけど、3、4、8、強とか見えなくはないけど、考えてますね。どっちかだと思ってます。3>, 3番のプレイヤーは、発言してください。さいうーんそうっすね。まず、俺、死んでしかないと思ってて。 だから、7番2000になるんですよね。だから6釣りしかないんですけど。うん、今日6釣んなかったら多分、なんかもう負ける気がする。うん。まあ、狂人と人狼も一人ずつ釣れる。でも、もう6釣って終わりでいいんじゃないもう、終わると思うけどな、俺絶対6釣れば。もう8番が真にしか見えないからね。8番真、真だと、 9番で黒落ちてるから7番がゲージになって番が2番3番に白出して6番黒を打ってるから6ああ。それしかないわ。8番起こる理由もわかるけどな、俺は。8番でもう、新視点でしか語ってないもん,、うん。もう8番の発言がね、すごい。うん、すごいよ、うん。6つります。 4番のプレイださい。2番1番に言いたいんだけどもう決め打ってるんなら僕と3番釣りなよって思うんだけどもうロックしちゃってないあなたたちって思うんだけどうんカチンとくる理由は分かるんだよねで8番さんに言い返したい気持ちも分かるんだけどじゃあ9番さんの発言を拾えてたのって3番さんだけだしあなたたち全く拾えてないで8番の店しか追ってなかった9番さんの黒は追えないしか言わなかったんで発言すら拾わなかったんだよ。 分かってるのいや釣られそうだね3番だけでしょ。遺言,言でこういうこと言ってたのにって。9番さんして3番さんが釣れてから7番6番を占えよっていう。3番さん釣るから6番占えよって言うなら分かるんだけどっていう話じゃんか。3番占わなくていいって遺言,言で3番占わなくていい6番占えと6番の投票位置がおかしいからって言ってたんだよ。34黒にしか見えないのに9番の発言っておかしいじゃんかって言ってるんじゃ。 そこは拾えてるの3番だけだよ。だから8番黒でしか終えてないからもう9番黒に見えないっていうロックをしちゃってるからあなたたちそういう発言にしかならないんだよ。それで8番に対して言い返す権利ないと思うよ。3番がめちゃくちゃ初襲から黒すぎて俺の芯なんて終えないっていうの分かる。本当に黒かった。だから俺は3番に対してこいつ何か分かんねえと思ったもん。 その後9番にそれを突っ込まれたんだけど、僕は強人か村か分かんないってちゃんと言ってるからね。うん。普通出るはずじゃんって言ったけど、ちゃんと言ったから。っていう。ね、うで、6番にアンサーしとくと、1番の投票位置からして、オカですらありえないっていうコード。えっ、ー、とね、一番見たかったのって、一番色が見えなかったのが2番なんだよ。あそこの精査で。僕は一番白いとまで言ってた。 でも投票位置が三番だったこれ狼ないな六番も弾いた投票を始めてくださいあ,ありえんオラじゃないべでも釣られて終わりそう四番のプレイヤーが選ばれました 4番のプレイヤーは,は発言してください、えー、8番に怒られてくださいあと6番さんはさ、えー、ちゃんとルールの時点で8番さんに言われた時点でどうするのかを答えるべきだと思うルームマスター6番じゃなかったっけ3番くらミスはあれってチャットのことを考察じゃなくな間違えたって言ってるんじゃなくて<ス>その後のミスっていう発言は雑談 考察チャットに当たらないのかっていう6番に問いかけをしてるんで、あなたはその問いかけに答えるべきなんだよね。そこまでして勝ちたいの6番って思ってるんだけど。あなたは基番に対して答える義務もあるし、でも続けるだったら謝ってるんだろね。以上。夜が来ました。目を閉じて <laughs> ルームマスター負担でいかすぎた笑った。<laughs> 人狼は目を開けてください。人狼は人を殺してください。 アイオンローローには見えないんだよな。八。がしんかしんじゃないかのそした方がいいのか。三級。三級ならある、あるか。 朝が来ました。昨夜は誰も死にませんでした。三番。のプレイヤーは発言ー。発言してください。かこの盤面なったらもう。きついな。な正直。いやー、なんで八番つったんよ、みんな。絶対六釣りで終わるんやって、これ。マジで。一番三、二番さでも一番三、二番さって。 あの、8番の芯切ってるから、4が2000になるわけじゃん。え ?4 が2000になるんだよね。え ?4 が2000。うん。いや、あ,のあの4番が2000になって、で、それで6に黒打ってるから、6番が白になるのだから俺に入れるの1番2番って。あ、マジでやめて。本気で俺村やから。マジで村やから。なんかさっきから俺、 結構黒く見られがちないど、ほんまに村で俺、ガチの方で、うん。だからほんまに6番に行ってほしい。俺もう8番は死んでしかないと思ってるから、8番は死んでしかないから、7番にせないよ。4番がシンやから、6番黒らないよ。だから6番しかないよ。マジで6番入出て。ガチで6番入出て、6番に出たらほんまに終わるから。そしたら8番も多分怒ってない、怒らんと思うし、うん 頼むわ、1番2番。じゃあ、もう一回、ちょっと同票,同票にさせてくれ。ちょっと1番先頭バットあんまり発言できんから、ちょっと6の黒要素を上げるたら上げるわ。もし分からんだらひ、投票戦で1番2番。うん、頼むマジであ。あと、あと、もう、噛まれてないじゃん、夜。まあ、これ、ちょっとあんまり考察に含んでいいのか分からんけど、多分6番って1番2番の票回収できとるから、噛んでないと思うよ。うん、間違いなく3番に入れると思ってるから。 <laughs> だから噛んでないと思う。うん、だから6番人狼これマジ。これマジで6番人狼。信じて信じてください。お願いします。6番のプレイヤーは発言してください。いやー別に1位の評価集できるから噛んでないっていうのはおかしいけどね、理論としては。それだったらだって1番さんって割と私のことを。 ずっと、えっと、二日目から疑ってんだから、そうやったら1噛んだ方が良くない ?2 番3って3と6で迷ったから、そっちの方が良くない危険要素じゃない私にとっては1番3。それは通んない。えー、で、1番3が、私いなかったのはなんか、意外だったな。これも、釣られたなと思ったから。これはちょっと意外だったんだよね。えっと、 1>, 1番3は8 2線で見てて。だからね。わかんないんだよな。2に入れる気は全くないですね。黒要素っていう黒要素がまず全くない。で、えっと3番が8番を真で見てる理由って結局なんなの <laughs> あの、ミスって、ミスだったからっていう話 あルールについては終わってから言いますね。えー、あー。でも3、4に見えないんだよな。でも4のさ、3、4だったらさ、4ってさ、3に触れるあんな触れ方する村か、狂人か、みたいな。そこ引っかかってんだよな。ただ一さ、1番んは普通に昨日私、3、4、3がもう6位入れるって言ってたから、そこに合わせればいいだけだったからね。1番さんとしては。 そこでちょっと変わってた一番が方法黒だと思ってたんだ三3、4なさそうだから。8、真珠で考えたら3、9とかもあんのか。じゃそれは、いや、ないな。絶対、ない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 。だったら両方にせになるもんね。あじゃあ、3、4なのいや、あの、取り方不自然だと思うけどな。一番のプレイヤーは発言してください。さい,いやー、なんだろうね。<laughs> そこまでして勝ちたいのってそれってメタじゃないの <laughs> って思ったけど <laughs> で。で9番さんって3番さん釣るって明言してるはずなんだけどな。発言の中で。で9番が釣られた段階で、えー、と3番のことを釣れなかったっていうふうな。え、んそれもおかしいんだよな。すごい時系列がめちゃくちゃおかしいんだよな。遺言い込んだっけ 3番のことをえっ、ー、と色見たいから3番えっ、ー、と色を見たいです3番釣りたいですで9番さんが7番さん6番さん占ってみてって言ったんだよね3番白結果が落ちた時7番の世界線に合わせて6に対して違和感を持っているっていう精査を落としたんだよねか7番さん6番ん9番が釣られた時点で7番さん6番さん占ってって って言ってるんだよね。うん、3、4%ペアセットだと思っている。9、ああ、そっか、そういうことなのか。3、4%アセットだと思っているのに、6占ってっていう、その進行っておかしくない。だから9、6%ペアセットってこと ?7 番が標人って分かってるから。だから6番さん占ってって言ったってこと気づいちまったなるほどね。それならすごいしっくりくるかな。ああ。しっくり来られちまった。分からなくはねえなーって今思ったな。いや、今気づかれた。<laughs> 誰も気づうん、8の真の世界線、7強、9ロー、9六ローロー。9って3番釣りたい、3番の色を見たいって言った。で、余裕の中で7番さん、3番さんを占わなくていいよ、6番さんを占って。9六ローローだった場合、7が強って分かってる。6に白結果を落とさせようとしている。すげや安直だな。<laughs> ちょっと6かな ?2 番のプレイヤーは、 発言してくださいじゃ、まあ34に言いたいんだけど8番のコイン制査ってあれでしぽい <laughs> 何っていうか全然わかんないんだけど <laughs> はっきり言わしてもらうとだから放置プレイしてるんですけどあと9番目線の6番になってくださいは理解しようと思えばできますけどね3番がヒットを黒いってたから7番目線だったらぶっちゃけ3番4番の方だったら楽だから 違うところの黒を見つけてほしい、ワンチャンいればね、2切り以上見つけてほしいって意味だったら分かるんで、特に、そこを偽要素でもなんないと思ってますけど、<laughs> 必然的に3、4ローは追えないんですけど、あるとすれば、まあ、6、8、6、3、あ、じゃあ3、8か、3、8、また3、9とか、その辺だと思ってるんで、目のからさらそもそも持ってますけど、うーんって感じですね、迷ってますけど、まだ。 投票を始めてください。信じてください。私はチークロークではありません。6番のプレイヤーが選ばれましたーゲーム終了。 村人の勝ちです。お、やれやれ。<laughs> いや、まあ当たってからよくね。違う違う、えー、九番、八番が言ってたのはメタっていうか、あなたがミスっていう。 打ったチャットは雑談考察には入らないの、そこについては何も言及しないのっていうことじゃないのえ、だからどこが雑談なのえ、雑談え、ミスって。ほ <laughs> なタイムバグも雑談ちゃうよね。雑談でもなんでもないよね。って思うんやけど、4番さんはどう思う雑談と思ったやれやれ。僕は何とも思ってなかったけど、えー、6番がちゃんと言及する。 暴言でメタルシーン撮ってるのもあれだけど、6番の七神がそもそも勝ちにいってなさすぎるし、なんでせめて五神の後での七神でよくないなんで俺噛むの七神じゃない方がよかった五神あれじゃないいや、そもそもルーマスがルールを守ってねえしか。雑談考察、メーター発言とか全部釣るって言ってて、なんで9番6キロあるで釣れねえんだよ。クソかよ、6番。 9番のおだから、つるしか、も何がゲーム終わってから言いました四4番に聞かれてんだから、最終日に答えろよ、俺に。何を逃げてんだよ、ゲーム終わってからじゃねえよ。だから、どこが雑談か教えてよ。<laughs> <リ>お前、チャットしてるだろ、なんだミスってお前。自分でお前、わざわざ共和ピのためにお前、発言飛ばしてミスってなんだそれ。そんな共和ピがあるんか、これ。人 <laughs> の話聞いてみろ。どこが雑談やね答えろ。あ、退出させられたんだけど。 <laughs> いや答えなきゃいけなかったらルーマス振りすぎでしょあまりにも答えないってことは続行ってことじゃん研究 <laughs> しなきゃいけなかったら <laughs> ルーマスやりたくねえよそんなこと言い始めたら誰もやりたくねえだろうルーマス毎回自分の発言順使って言わなきゃいけなかった振りすぎるでしょルーマスが 7三弱かったかな7んだはね5を残しておきたかったんだよな <laughs> 単純に5番3を利用すれば勝てるかなと思ってたから <laughs> まあ強靱目線はなんでかんだんやって感じだろうけどね 別よくねそれも使えるくね6級だったら7神7神に行くのきつすぎるっていう思考にならなかった結局7神もあったから2番さんは3番さんをあの怪しんでたんじゃないの 全然ありだけど、単純に僕のプリスキル、あの、スキルが足りなかったね、最後。5巻で、じゃあ考えるか、5巻で、5じゃねえや、4巻で、あれ、本、本人だったんですかえ、俺とけ通しさんって、僕の知り合いの人の俺とけ通しさん、あれ。コメント飛べないからな。 DM 送ってもらっていいですか本人確認で。一応。わかんないんだよねコメントから飛べないんだよねチャンネルに。サブアカ ?Twitter やられてますよねなんか何らかの手段で送ってもらえますか送ってもらえないんだったら偽物として、まあそれはそれとして、まあ聞くか。 まあどっちでもいいですけどね。さっき参加されてた方ってことです。あこれ、えっと、さっきの方ですかね。狂人の方闇の学地さん。単純に5五番さんをかみ、噛まなかったのは、なんか、 残してた方がなんか乱れそうだなと思って構わなかった。で、えっと、新占い。まあ残してたまあ、ワンチャングッチョブ起きるかなと思ったんですよね。グッチョブ起きるのがいいなと思ったんですけど、起きませんでしたね。だし、7強人で9ローだったらわざわざ神に行くっていう考察誰かしてくれるかなと思って、っていうのもあります。 4グッチョブ起きた時の方がなんか、4芯です。なんか6黒出そうな感じしてたんだよね。だから、いいのもあるな六6占ってくるかなと思ったんですよねあ。残しときたかったですけどね。芯占い残すとメタ使われるんですよ。<laughs> そこはちょっと考えてなかったなあれ、でも、まあ、あれはメタでしたね。 ミスに関してはメタじゃなかったですけどそこまでして勝ちたいかはメタですねあメタ負けした部分もあるだろうなまあそうだなまあちょっと欲を言うなら相棒は余計なこと言われて死んで欲しかった <laughs> ちょっと 納得しちゃったん一番さんがそういうこと ?7 強人だから6占ってって言ったのそういうことってな,なったからな誰あれ気づいちゃったからな、ね、一番さんがあご本人様ですねあありがとうございますあコメントで大丈夫ですすいません本人確認したかっただけなんで一応言うか なんか、すごく8番さんが面倒でした、わらあれ、普通に強靭アピールにならないと思います。いや,いや、強靭アピールだったとしても弱すぎるでしょ、発言切るって。それだったら喋って強靭アピールした方がいいでしょ。<laughs> 初めて聞いたわ。ミス、発言ミスって終わっちゃったらそれが強靭アピールで、コイン追加を最初にしたから、2000 <laughs>、時間なくなってから追加すればいい。 ルーマス二度とやりたくねえわそうなルーマス振りすぎでしょそんな <laughs> あれはメタこれはメタっていうのを言わなきゃいけなかったら二度とルーマスやりたくねえわルーマスを振りにしちゃいけないでしょもうどんどん飾っていくわ人狼がジャッジメントの時もそうだったけどコイン追加精査とか本当にわからないか <laughs> 生きてるうちはちょっとみんなね、言わなかったけど、意味わかんなすぎたよな。僕も狼だから、あんまり八番様のね、心霊能様の、ちょっとお怒りを買ったら、やばいと思って。あんまり売れなかった。<laughs> <laughs> コイン。コインさなもう単純にさ、マジでさ、だって、9番さんは、 もう間違えて押しちゃった。や,やめミスったっミスって言いました。だから今回はもう何もミスないでしょと思って最初に延長したらそれが2000 <laughs> <laughs> す。げえな。七神が範囲か。7 <laughs> 神どこかへ上った。 仮素直に何か,か,か余計なこと考えた方がいいなまあ普通にね多分活躍してくれそうだったから暴言には暴言に返すって言ってるからちょっと残さなくてよかったかなと思う今になっては思うけど。 ちょっと悩んだんだよなしかも一人で勝てる自信がないならなおさら買うべきじゃなかった,面白いなかったなんかウォルトさん言ってた 正直、あの八の二番の精査は間違。ってやって。この後に村目線と言ってると思います。二番って誰だったっけ。二番、あ、はいはい。この後に村目線と言ってるあー、あの二番三四郎なのにって話ね。あれはまあ。分かってる、分かってますけど。ま八、あ、を。 釣りたかったからわわざわざれましたそうね7番さん残したかったけどまあ確かに結局4釣りに持ってあでも4釣り持っていけはしたのか結局残したかったのは確かに。 単純にめちゃくちゃ強かったからねまあ五神で迷うくらいならじゃあ四神で迷うくらいなら五神な方がよかったな確かにあんちゃんグッジョブないかな思ったんだよな危険すぎたな ねえ結局そうかね,のって感じだよね2番さんは結局結局6投票はどういうあれだったんだろうな1番さんに言ってた6級が納得できるって話なんだでもメタぶっちゃけ。 まだやろうと思ってますね若干目だ内容はまあ見ないえなかったよなもうちょい1位にヒ向けた方が良かったかな あっちってかさ、3釣りだけはマジで意味不明でしたけどね。やっぱ片白と占い釣りはマジで意味不明だからな。3番3釣って白白だったら盤面に詰まれって言ってたけど、白白だったらもう決め打ちですけどっていうね。次の日に。 ますコイン精査というパワーワード記念にまあルーマスとしては全然間違った進行ではなかったと思いますねあメタあったあったかメタ私あたしゃねか